どうも、雨上がり決死隊の宮迫です。さあ、この場所を覚えてらっしゃるかわかりませんが、今回はブラックトークということで、前回のゴンザレスさんと同じ場所でやらせてもらったんですけども、今回はこの方に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウェブサイトのトカナの編集長のスミさんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんかいろいろとそのなんかコアなお話がいっぱいあるということで、はい、そういう話が大好きなので。あ、本当ですか。そうなんですよ。いろいろ、まあ、UFO だの心霊現象だのとか、実はものすごく好きなんです。さっきお話ししてる時に、はい、実はちょっと見てて、はい、ちょっと青いオーラが出てますね。もう出てます、はい、青いオーラっていうのは、はい、うん、いいオーラ、悪くないですね。やっぱ黒っぽいオーラが悪いっていう風に言われていて、ただその本当に霊能者が見えるオーラと、はいはい、この一般人が見えるオーラってちょっと違うらしくて。あ、違うんだ、はいはい、私とかその一般人は、はい、あくまでもその人が元気かどうかぐらいまでしかわからないです。あ、なるほどなるほど。イエス、ここです。UFO に興味があるということで。そうですね、はいはい、興味があるというか、もう 2000% UFO というか、まあ、地球外生命体はいていると思っているので、うん、あ、見たことは終わりますか？ UFO あります、はい、あ、どんなの見られました？それね、熱海かな、はい、熱海かどっか ホテル、うん、公園の知り合いがいてて、そこを貸し切ってくれる、ちっちゃいホテルだったんですけど、はい、5階建てぐらいので、屋上が足湯になってて、人がいない時、うん、今貸し切りなんで全部の電気消したらとんでもない量の星が見えますよと、うんうん、でその時なんとか流星君が来てる時やから、はい、そのオーナーさんが気を利かしてくれて、うん、全館の電気を消してくれたんですよ、うん、だからもう真っ暗です、うん、これで屋上で10人ぐらいで後輩たちみんなでこう寝そべって、はい、流星群見ようぜって言って、ちょっとビール缶持ちながらこう寝そべって見てたんです。ほんで流星がビャー流れ出したんですよ。うわ、すげえすげえ、こんな日本でこんな綺麗に見れんねやっていうんで、ほんでもう流れの早いから願い事を言うまないなとか言いながら、来るの普通の会話してますね。おい、来た来た来た、で願ったかとか言いながら言ってて、無理でした、もうそのうちまた来るわってキラッとなって来たって思ったら、この流星がね、この真上でこれぐらいのスピードで来た流星がビタン止まったんですよ、はい、で全員でうわーって言って、はい、止まったぞあれ、うん、一個流星ってなって、うん、そっからそれがぐーっと回り出して、はい、来た、これ完全に UFO やなー言って、うわ、ほんで携帯出せって撮ったんですけど、うんうん、まあその時の携帯の性能では映らなかったです。あ、10人で目撃したんで、おー、まあまあまあね。UFO 目撃例としてはやっぱ集団で見たかどうかっていうのが、はい、重要なんで、はい、それ10人で見たっていうのはいい情報です、ね、あれはもうできるの見てますね、はい、そう、フッサでも見た、最近見ました、ね、あ、最近見ました、はい、まあ、その、フッサに住んでる女性は、はい、UFO とコンタクトが取れるコンタクティの方で、はいはい、自宅にも UFO がたくさん小型の UFO 来るっていう女性なんですけど、めちゃめちゃいいじゃないですか。そうなんですよ、来てくれるんですね。来てくれて、はい、で会話もしてるらしいんですよね、 UFO と UFO と、はい、めちゃめちゃいいじゃないその人で、動画もいっぱい撮ってるんですけど、はい、その人と一緒にフッサの公園に行ったら、もういっぱい見えましたよやっぱり、UFO 自体、うん、小型のものは UFO 自体が生命体みたいなことを言う人もいるじゃないですか、はい、そんなもあるんですか。あ、それもありますね、もちろん。もうやっぱり宇宙も広大なので、はい、いろんな種類 の UFO とか宇宙人がいるっていうのはもう、だからそれ否定する賢い人たちいるじゃないですか、はい、うん、めちゃめちゃアホやなと思ってしまうんですよ。いや、そうなんですよ。数えるわけのない量の星があって、はい、たかだか太陽系ごときの一個の星だけでその奇跡が起こるなんてことありえないですもんね。そうなんですよね。私もこういう話に興味を持ったのが、はい、ちょっと一個自分の体験があるんですけど、ください、ください、はい、トカナを始める、まあ、サイゾっていう会社でやってるんですけど、はい、サイゾに入る直前ぐらいに、はい、UFOと接近遭遇したことがありまして。接近したんですか。接近というかコンタクトを取ったことがありまして、はいはいはい、その時瞑想にもうすでにハマってて、はい、公園で瞑想してたんですけど。公園なんですね。はい、はい、違います、地元の公園で瞑想してて、はい、でそしたら一つだけ動かない雲があったんですよ。ほう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 、全く微動だにしない、はい、そんなわけないですもんね、雲なんて、はい、おかしいなと思って、あ、 UFO だと思って、はい、おーいっつって UFO にこう手振ったんで
ですね。はいはい、そしたらその時の、はい、あのシリではないんですけど、はい、携帯が音声入力モードに切り替わって、そうそうそう、あなたたち友達ですかって、まあ、その時に友人といたんですけど、はい、入ってきまして、えみたいな、で誰もこう喋ってないし、はいはいはい、あこれ間違いなくコンタクト取ったわって思って、はいはいはい、でその時はそれで終わるんですけど、はい、翌日にこう朝起きたらこう自分の体がこう180度回転してて、はい、まあ、寝相悪いけどそこまで回転することなくって、はい、あれって思いながらトイレに行ったら白いうんこが出たんですよ。へぇ、バリウム検査してません、その前に。まだ30歳になってないですもん、28とか。じゃあもうあのあれちゃいます、その UFO に一旦連れて行かれてんちゃいますもん。私はそう思ってるんですよ。そうですよ絶対、はい、寝相に関してはただうちあの家族で僕だけ寝相いいんです、はい、真っすぐ寝るんですよ、うん、嫁も息子も寝相悪いんですよ、うん、また嫁は小さい時川の字に寝てたんです、はい、朝寝苦しくパッと起きたらカタカナのキーみたいになって二人上に乗っかってくるんです。もう嘘やろ、キーカタカナのキーになってくるんだったら寝相に関してはグルーもありえます。それは宇宙人の仕業じゃない。それは違います。ただの寝相です。じゃあなんで話したんですか。でしかもその後にあの私がこう道を歩くと街灯がついちゃったりとか、はい、あと一時期は、はい、あの手かざしで自動改札機が通れたりとか、めちゃめちゃ得ですやん。ジュース飲み放題でしょ、だって今なんて。あ、そうそう、でも当時はそういうの多分なかった。まだない時期か、ま、うわ惜しかった、うん、あとはなんかバレたら怖いなと思って。天然のスイカでしょ、だってもそうなんですよ。めちゃめちゃやな。なんか京王線だけだったらいいかとか思って思ったりとか。マジっすか、うん、でも2週間ぐらいでしたね、なんかそういう核変みたいなのが起きたのは。核変え、でも分かんないです、なんか埋め込まれてて、もしかするとあの、うん、集中したら使えるようになるかもしれないですもんね。そう、でもその後そんなにね、あのドラマチックなことが起きてないんで、でもすごく興味が湧いたのはその時からかな。それは湧くでしょう。はい、すごい、うわ、羨ましいな、うん、2020年に、はい、あのアメリカの国防総省のペンタゴンが UFO 動画を認めたっていうニュース、あ、ご存知ですよね。あの、見ました、そのニュース。やっぱりこれ私すごいことだなと思ったんですけれども、はい、まあ、その中でやっぱり公式で認めた UFO 動画っていうのは初めてなので、うんうん、これはもう UFO 業界としては、うん、そうですよね、初めはちゃんとペンタゴンが、はい、もう防衛する最高のところが認めるって相当なことですもんね、うん、相当なことですね。もともとリークされてた動画でこれ UFO なんじゃないかって言われてたんですけれども、うん、まあ、それがようやく時を経て認めたっていうことになるので、あの戦闘機のやつですよね。そうなんです。でもうパイロットの肉声も入っていて、うん、わあすごいみたいな、もう大興奮が伝わってくる動画じゃないですか。ただあの動画を見てやっぱりなんやかんや言って地球製で、はい、これって中国製だとかロシア製なんじゃないのみたいな、うんうん、ことを言う人もいるわけなんですよ、はいはいはい、でもあの UFO のスペックってめちゃくちゃすごいんですけどね、やっぱり反重力もあって、あと瞬間的なもう爆速で移動して、そうそう、だから結局あのプロの戦闘機のパイロットが驚く性能のものを、うん、そのあの中国であったりロシアであったりが作れるわけがないでしょ、うん、大体から。ただまだやっぱり地球上のものだってやっぱり言い張る人たちもいるんですよ、はい、ここはあの全部は言えないんですけど、はい、2019年にある場所に行ったんですよね、はい、でそこにあの米軍の情報機関のトップクラスの人がいたんですけど、おう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 、でそのアフターパーティーみたいなところに潜入することができまして、なんでセキュリティ悪いなそこようそんな人のやっとこセキュリティ買い入れましたね、ルートを使ったんです、はいはいはい、であのこういうサミットだったんですけど、はいはい、あの出席者は、おお、ええ、なんすか、はい、もう あの人、はい、時の人ですよね、時の人ですよ、もうしょっちゅう見ますよ最近も、の、はい、参加してんだ、はい、毎日ニュースで今出てる人です。私が話を聞いたのは、直接話を聞いたのはこの、あの米軍のこの人なんですけど、はい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 
まあ、たまに、はい、あのニュースとかにも出てくる方なんですけど、はい、この人に直接、はい、あの UFO 動画について、はい、これあれは一体何なんですかっていう話を聞いたんですよ、はい、そしたら、はい、この人はあの地球製のものではないって断言しました。はっきりとね、はい、はっきりと。で、ロシア製でも中国製でも、はい、もちろんアメリカ製でもなくって、うん、あの科学技術は正直今地球上にはありませんっていう答えをもうもらってるので、それはもう完璧、はいはい、だから、はい、私はあの動画に限らずいろんな、まあ、目撃されてる UFO っていうのは少なからず一部はエイリアンの乗り物だと思ってます。僕あのタイムマシン説も唱えてるんですけど、ね、2種あの何種類かもちろん UFO あるんですよ、はい、もちろんあの地球外生命体も1種類なわけないですから、うん、僕はあのタイムマシン説もちょっと未だに唱えてるんですけどね。っていうか、はい、今私それ言おうとしてたんですよ。すいません。すごいですね、はい、なんかちょっと最近はい、はい、あの知り合った鬼沢レイモンさんっていうフォトグラファーの方がいるんですけど、はいはい、その人のお父さんが、はい、あのこれも詳しくは言えないんですけど、はい、とある超重要な職員だった方なんですよ。ほうほうほう。でそのお父さんがすごく UFO 情報に詳しいんですけど、はいはい、まあ、各国の政府から聞いた見解をまとめると、はい、未来人の乗り物っていうことになるそうなんですよ。多くはその多くはだから、もう異星人もいるんですけど、未来人が非常に多くて、その未来人は何をしに来てるのかっていうと、その目撃情報が増えた時期とかも鑑みるに、うん、おそらく 核施設、はい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 、核に関する科学技術の進歩とかそういうものを見に来てる可能性が高いと。なるほどな、へー、楽しいっすね、なんか今日楽しいな。めちゃめちゃ面白いですね。面白いな。未来の人が過去 の、 その核の研究を見るためにってことですか、はい、そうなんですね、まあ、なのでその未来で何か悲惨なことが起きるのか、あるいは分からないですけれども、うん、まあ、何かその核施設付近に現れることも多いですし、あの原爆実験とかが始まった頃から目撃例が増えているので、うん、おそらく核を見に来ている、あんまりにもその人類が急速に文明が発達してしまうと、うん、あのそれを潰そうとするエイリアンとかも出てくる可能性があって、はいはいはい、それを考えるとやっぱりいろんな隕石が落ちて、はいはい、ある時大陸がこういくつも失った時期っていうのが、うん、ヤンガルドリアス彗星だったかな、うん、あのそういう時期があるんですけど、それが文明が栄えてる場所にピンポイントでどんどん落ちてるんで、あ、これは当てに来てるかみたいな。でも一方で宇宙人と仲良く、はい、それこそあの性交渉とかもしてる女性とかも性交渉、はい、いるんですよ宇宙人、はい、マジですか、はい、昔なんかあの無人島に取り残された人がヤギとしたっていうのを聞いたことありますけど、ちゃんと言うたらしいです、メーって言ったらしいですよ、振り返ってメーって言ったらしいですよ。ダメですダメ宇宙人とね、どうするんですか。これ今あのケンコバさんと一緒にやってる番組でその女性にも出ていただいたんですけど、はいはいはい、絶対見ない方がいいテレビっていう番組で、はい、あの宇宙人とセックスをすると、あ、まあ、天井から宇宙人が降りてきて、はい、であの普通に挿入されて、で中で動くんですって、ピストン運動が。その外でパコパコやるんじゃなくて、はい、中で匂い棒みたいになんか動くらしいんですよ。わかんないですけど、めちゃめちゃ気持ちいいんちゃいますね。普通そこは普通なんですね。大してって言ってました。でもなんかその日々宇宙のことを考えてたり、はい、宇宙人と仲良くなりたいなって思ってると、あのできちゃうかもしれないらしいですよ。すげーな、うん、どうなんすか、ね、初対持ちだったらどうなんすかね、それ。ああ、いや大丈夫じゃないですか。不倫にならないですか。不倫にならないと思います。しようとしてるこの人は。え天井から来やった、しゃあねん天井から、うわ来たって、あの騎乗位の状態になるけど、男バージョンやから。そうそうです。あ、そうなんですよ。あのハギンズさんっていうアメリカの有名な画家もいまして、はい、その人12歳の頃に森で、はい、あの童貞を宇宙人に奪われて。12歳、はい、めちゃめちゃ早いな、そいつ。あのクレッセントっていう女性の宇宙人に、はい、あの騎乗位で童貞を奪われて、その後も何回ももう性行為して子供もたくさんできて、でも子供はできるたびに宇宙に連れてかれちゃうらしくて。でも12歳ですよ、はい、絶対あきませんやん
そう。あ、そうですね。なんか肌はベリーナイスな肌触りって。クレセントさん。うん。クレセントさんまだいてはるか。来てくれ。森か。森。はい。すげえ話だな。そうですね。UFO の話でしたけど、はい、先生は他に何か。はい。予言も最近ちょっと気になる予言が一つありまして、はい、怖い予言系怖いわ、はい、まあ、でもこれあくまでも予言だっていうことで聞いていただきたいんですよ、やっぱこう、はい、あまりにも怖い話なので、はい、ただ一つちょっと気づいてしまったことがあるっていうのと、うん、あとある予言者2人の共通点がちょっと怖すぎるっていうのがありまして、ください、はい、はい、漫画家の辰木亮さんっていう方、この方、はい、3.11 をバッチリやってたっていうことで非常に注目された漫画家さんなんですけど、はい、99年に出版された私が見た未来だったかな、はい、っていう漫画の表紙に2011年3月に大災害が起きるって書いてあるんですよ。何それ。でフライデーの記事なんですけど、フライデー僕一番怖いトピックです。そうそう2011年3月書いてる、書いてありますよね。え、怖っ。すごい。この漫画今もうものすごい値段が上がってしまって絶版なんですけど、はい、10万円ぐらいするんですよ。で他にもいろんな予言が書かれていて、それは軒並み当たってるんですね。でこの人のすごいところはその3月とか、はい、あとフレディ・マーキュリーの死亡日とかダイアナ妃の死亡日なんかはもうバッチリ日付まで当ててくるんですよ。でこの方が今言ってるのが、はい、2021年の8月20日に富士山が噴火するっていう、怖っ、ことを言ってるんですよ。富士山なんて爆発したら、うん、えらいことですよ。えらいことになります。富士急ハイランドのお客さんもものすごい絶叫するでキャーそキャーですよ。いや、ほんとそうですねそう、それぐらいならいいですけどね。辰木さんは、はい、コロナウイルスも当ててたんですね。マジですか。はい、でここで私気づいたんですよ、ある、予言者と、はい、これ予言が似てるなと思って。でこれは自分の95年の自分のホームページで、はい、20年頃に未知のウイルスが現れ4月をピークに消え10年後また現れるっていうふうに書いてたんです。はいはいはい。でこれアメリカのシルビア・ブラウンっていうまた有名な予言者がいまして、この人FBI にも協力して捜査して行方不明者探したりしてた超能力者なんですけど、はい、今も亡くなっていて、はい、2008年に出した本にこれと全く同じことが書いてあるんですよ。新型コロナが20年に現れて、はい、突然消え10年後にまた現れると、肺炎のような新しいウイルスが、でさらに、うん、この2人の共通点、すっごいこれは非常に怖いんですけれども、はい、2026年に巨大津波が来るっていうふうに辰木亮先生が言ってるんですけど、2026年、はいはい、で、まあ、辰木先生的には、巨大津波の原因として南海トラフ地震が来るんじゃないかっていうことなんですが、うんうん、このシルビア・ブラウンさん2026年に日本に巨大津波が襲う、でそれはもう地殻変動が起きるレベルの大きな津波なんだっていう予言を残してるんですよ。これ一致してるのちょっと怖すぎません？怖、うん、他にもいろいろいろんな予言を調べていくと、はい、2035年ぐらいまでには人類滅亡する可能性かなり高いです。35年はい、人類滅亡するあと15年です。そうですね。まあ、で、日本の今有力な予言者って言ったら松原照子さんという方がいて、はい、彼女は、まあ、この方も 3.11 を当てましたし、はい、阪神・淡路大震災、はい、あと東京オリンピックは開催されないっていうのを、うん、本の帯にまで出して出版されてた人なんですよ。2016年の時点から。2016年で、はい、うん、でも、うん、見えない、ビジョンが見えない、東京オリンピックは開催されませんってずっと言い続けた人なんです。2020年に、うんうんうん、でその松原照子さんが2032年までに大災害が起きるっていうふうに言ってるんです。やばいな。で富士山とか、はい、あと地震とか、まあ、いっぺんにいろんなものが来る可能性があるって言っていて、はいはい、この予言って他にも
1945年ぐらいに書かれた、火付神事っていう、まあ、書いてあることもうほぼほぼ全部当たってるって言われている、うん、あの予言書があるんですけど、はい、それも何かその日本が沈没してしまうぐらい恐ろしいことが起きる際には富士山噴火をきっかけに地震津波と全て同時に起きるって書いてあるんです。で、大体それが起きるのが、うん、今予想されているのは年の年を境に前後10年なんですね、うん、この2020年から前後10年で、うん、2010年から2030年の間にこの大災害が起きるんじゃないかっていうふうに予想されてるんです。まあちょうどで、しかもその火付神事は北からまず初めにその災害がやってくるって言って、2011年やっぱり東北がああいったことになったじゃないですか、うんうんうん、でそれが北からの、あのまず最初のシグナルなんじゃないかっていうふうに言われていて、怖いな、はい、で、あとそのリンゴの木の木村さんって言って、はい、青森で無農薬のリンゴを無農薬、はいはい、無肥料のリンゴを作ったっていうことで、はいはいはい、NHK でも取り上げられた。あ、初めて作ったんですね。そうです、はいはい、でこの方何度も UFO に連れ去られている方で、はい、で UFO 情報とかにも詳しいんですけれども、はい、そこで地球が滅亡するカレンダーを見たっていうふうに言ってるんですよ。カレンダー作ってるの、はい、宇宙人。そうなんです。日めくり日めくりになるか分かんないけど、そんな宇宙人日めくり日めくってって、そう、でもそれ見せられたらしいんですよ。なん分厚いでしょ。だってそのひめくれって言ってないですよ。いやいやいや、ひめくれって誰も言ってない。まあカレンダー、カレンダー、カレンダーやから。でそれがめっちゃ薄いんですって。薄いのカレンダー。薄いっていうか、あのすぐ終わるって。え、あ、もう終わっちゃうから。そういうことか。で、これがあの数年前にオカルト界を駆け巡った情報なんですけど、うん、2031年ぐらいなんじゃないかって言われてるんですよ。もう嫌や。木村さん口止めされてるから、公表はしてないんですけど、うん、なんか噂によるとどっかでお酒飲んでぴょっと喋っちゃったらしいっていう噂が駆け巡って、それが2031。カレンダー見せられたんでしょ。だってそうなんです。どのサイズのやつやろ。大きいのやつ。どっちの向き。大きいになってるんですか。私が担当編集をして、あの、はい、山田孝明さんという予言研究家の方が、はい、あの聖書から江戸川慶心の予言、ノストラダムスの予言、あらゆる予言を全部紐解いた上で出した、はい、あの滅亡の年がだいたい2032年頃って言ってるんですよ。これ2018年ぐらいに出したかな、もうちょっと前。マジですか、はい、よう調べだったな。そう、調べるとで、だいたいそのいろんな予言は一致していて、うんうん、空から何かが落ちてくる系なんですよね。ああ、そうですよね。それが海になる、はいはい、でこれやっぱり彗星落下じゃないかっていうふうに言われていて、うんうん、で彗星が落下するとあの地球の気候にも変動が起きて、はい、まあ、地震が起きたりとか噴火が起きたりとか、うん、いろんなことがこう連鎖していく、はい、で、あと注目してるのが2035年に地球が滅亡するっていうメールをヒラリー・クリントンの首席補佐官だったポデスタさんという人が、うん、あのカナダの科学者と一緒にメールでやり取りしてたっていうのがウィキリークスで明らかになってるんですよ、はいはい、でこれによると、2015年の時点で20年以内に地球の気候がもう大変動が起きて、うん、地軸がこうポールシフトって言うんですけど、はいはい、地軸が変わってしまって、うん、滅亡すると人類滅亡しますっていうふうにメールでやり取りが書かれていて、これは2035なんですよ。なのでだいたいこう2026から2035ぐらいまでに集中してるんですよ、はい、この確かに。もう定期預金解約しよう。もう今のうち使っとかんと。ねえ、そうなんですよね。ダイエットとかやめよう、美味しいもんばっかり食べよう。そう、マジですか。でもその可能性は捨てきれないんですよ、あまりにも集中してるのは私も本当に気持ち悪くて、やっぱりその人類っていろいろこうタームがあるので、うん、その一つのタームの区切りとして見ると2020年後半から2030年代はかなり予言的に危ない
時期に差し掛かって2026が今のところ一番危ないでしょ。2026が危なくて、あと有力なその預言者たちが2030年から35年ぐらいに固まっていて、あと科学的なその見解でも2030年ぐらいにかなりの地球変動が起きる。もう嫌や。注意のしようないっすよね。そうです言われたって。2026っていうのはちょっとなんか俺的に言え、何なんですか。俺ずっと言ってるやん、あと5年後って。あ、確かに。まああのとりあえず5年を目処に YouTube とか頑張っていこうっていうのはずっと言ってるやろ。はい、そうだ。5年やったら、たったら何がしかどうするか、もしかするとあの引退するのかもっていう話も、うん、よう言ってるやん、うん、だからそこその 5がぴったりあったから、なんか確かになんかめっちゃ嫌やって今。でもみんなで滅亡するなら嫌やな。すごい可愛い笑顔で言いましたね。でも預言者の方とかがよく言うのは、やっぱり、うん、あの一人一人がその気持ちを入れ替えていくと、うん、あの未来って変わっていくからっていうことをみんな言うんですよ。なるほどね、うん、それはこう未来を変えるために変えましょう皆さん未来を、うん、ね、どうするかわからないけど、うん、清い心で、はい、人間と接触するのって今リスクがあるじゃないですか、うんうんうん、そこで今注目されてるのが、うん、あのアストラルセックスっていう、その幽体離脱同士でセックスをすれば感染しない。急にハンドル切ったの。どうしたどうしたどうした。予言からのハンドルの切り直角以上にうまかったよ。びっくりしたよ。これ今あの2017年ぐらいから言われ始めてたんですけど、うん、コロナを機にめちゃくちゃ流行ってるんですよ。流行ってるの、はい、アストラルセックス、はい、やる人が続出してて、まあ、要はリスクが低いってことで。なんですかそれ。幽体離脱をして、幽体離脱同士であのセックスをするっていうことなんですけど、ちょっとちゃんと聞こう。幽体離脱は当たり前に言ってるんですけど、はい、できるんですか幽体離脱。自分の意思で。私はできます。まあこれはもう3ヶ月ぐらいかなり訓練を積んで。やめてよ、ボケて聞く、あのザ・タッチみたいなことすんの。大変だ。笑いませんで、そんな。いや本当にできるようになってしまいまして。どうやってすんのよ。あのそれは瞑想していたっていうのと、あと私、うん、編集者なのでその時も幽体離脱の本を作ってまして、はいはい、その中島義道さんっていう方が幽体離脱のやり方を説いていて、うん、まずその日の寝る時に、はいはい、その寝る前までの行動を逆回転で思い出すんですよ。例えば、寝ました、うん、歯磨きました、このテレビ見てましたみたいなのをこう順々に逆回転で思い出していくんですけど、うんうん、でその時になるべくその時の空気とか匂いとか、あのその時の感情とかも思い出しながら、リアルにその場所に自分がいるかのように丁寧に思い出していくんです。はいはい。これ続けてたらできるようになっちゃったんですよ。絶対無理やん俺。今日の昼飯思い出されへんの。絶対幽体離脱できへんの。マジっすか。あ、でも来るかやばいっす、うん、それならあの駅から家までの道でもいいんです。いや危ないな。普段通って。いや大丈夫じゃん。1から2分やすごい。それはすごい思い出せますよ。道をあの逆回転でやっぱ思い出していくっていうのも、はいはい、結構効果がありますね。はいはい。あで、それをやってるうちに、はい、ある瞬間から、はい、あの金縛りになるんです。はいはい。で、金縛りはなったことあるってさっきおっしゃってましたけど、はいはいはい、金縛りは幽体離脱の最大のチャンスなんで、なるべく金縛りになった時に動こうとしないこと、もっと来いって、もっと縛れ、なるほど、そこ踏ん張って来いやっつって、はい、ずっと金縛られておけばいい、はいはい、で、もうギューってこうすっごい圧迫される瞬間があるんですよ、はいはい。もう金縛り限界までこれ来たなっていう、はい、その時にやっと動こうとするとポンって出ます。出たらどんな状態なんですか。出たら宙浮いてるんですか。宙浮いてますね。だから初めはその幽体の状態で体を動かすのが難しいので。それはそうでしょ。浮いてますもん、はい、そうで、なので自分のその手とか足をコントロールするために軽いストレッチとか、あと幽体でやるんです。ストレッチ、はい、ストレッチとか、まあ、だからこうやって動かす、はい、こう脳と頭を連動させるっていう。空中を歩くってこと。なんかふわふわ歩いてる感じです、はいはいはい、うん、で壁とか普通に抜けます。やった
はい、これすごい楽しくて、はい、私壁の間に挟まるのがすごい好きで、いや、楽しそう、はい、そう、ヒヤッヒヤッとする。あ、そんな感覚もあるんだ。そうなんです、そう、うん、なんか全身に冷えピタが貼られてるようなヒヤヒヤみたいな感じ。全身冷えピタは辛いね、それ大丈夫。相当冷たいけど、その感覚はあるんだ。そうなんですよ、はいはいはい、ただ基本的にはその幽体と肉体って、太い線でつながっちゃってて、はいはい、これはゴムみたいな線なんですよ、うんうん、なんかへその緒みたいな、はい、なので遠くに行くのは難しいんです。基本的に戻っちゃう。遠く行けない。あの上達していかないといかないですね。あ、なあ、そうか、どんどんそうか、そこは伸ばしていい、うん、でも怖いな、切れたら終わりですもんね。うん、なかなか切れないんですよ。切れた例っていうのはほとんどないですよ。え、じゃあそのでも幽体離脱できるもん同士なんて無理ですもんね。あ、そうですね。そうか。でもめちゃくちゃ気持ちいいらしいんですよ。一回その幽体離脱セックス経験しちゃうと、うん、もう肉体には戻れない。満足してしまいますね、それ。そうそう、よう寝るな言われてる人はもうそうですし、きっと。そう してんでしょ。多分そうかもしれないですね。フライでも怖くないし。そこそこ。もしかしたら記者が幽体離脱しているかもしれないですか。もう終わりやろ、それ。アストラルパパラッチやるかもしれない。マジか。はい、うわ、ありえますよ。怖いな。雑誌社怖いな。あ、もう見てる場合か。幽体離脱セックスか。はい、そうなんですよ。見たりずできるようになりたいですね。うん、あ、なりたい。で、すごく私はそうやってあの記憶の逆回転をまずやってたんですけど、もっと簡単な、はい、簡易な方法があるんですか。かつその確実にできるようになったのはこの CD のおかげなんですよ。これ、ボロボロですやん。こんなもわさわさになります。これが、はい、あの私の幽体離脱を確実なものにしたあの CD で、ヘミシンクって言われる幽体離脱専門の CD なんですけど。専門の CD あるんですね。はい、これを使うことによってかなりの精度で抜けることができるようになりました。マジっすか。はい、ただでも これも結構あの本気でやろうってなんないとなかなか抜けないと思うんですけど、そこら辺をもっとショートカットするものっていうのが最近はできておりまして、まあ、さらにショートカットできるんですね。そうなんです。ちなみに幽霊とか見る派ですか、それとも。見たことないです。嗅覚派ですか、どっちだ。あんまでもそのトイレでその感覚とかあるけど見たことないですね。あ、これ結構その記憶とかを思い返す時にも映像がパッて出てくる人にはすっごい効果があるものなんですか。そういうのはすごく出てきます。あ、出てきます、はい、あ、それだったら効果ある。これは、脳波を一瞬で変えるヘッドセットですね。カシーナっていうものなんですけれども、はい、これは、ヘミシンクを例えば耳からだけだとしたら、この耳と目と両方からアプローチするので、はい、より脳波を変えやすくなる。まあポイントは脳波なんですよ。脳波をいかに変性意識状態っていうものに導くかっていうことなので、それをこれは爆速でやってくれる。高級家具やと思った。ん？カシーナって高級家具ですもんね。ああ、ありますよ ね、 ね、はい、でもそれと同じぐらい値段するかも。5万、高っ。価値ありますよ、ね、カシーナ。カシーナ、うわ、光ってますよ。怖い怖い怖い。LED ライトが光る。すげー。いや、目に悪そうですけど。あ、これ目つぶってかけていただく感じですか。やるんですか。やるんですか。あ、なんか鳴ってる。鳴ってますよね。ポポ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 ポ言ってますよ。目つぶってください。怖い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 、はい、これ目つぶるんですか。はい、で、これ、はい、うわ、怖い怖い。いやいや、ディープリラックスなんで、すごい落ち着くと思う。目つぶって。目つぶって。うわうわ、怖い。明るっ。ただ、そーっとしてれば。あれ、抜けた。これ、抜けたか。離脱したな。早い人だと、本当に数十秒ぐらいで脳波が変わってくるんですよね。これ、抜けてますね。あ、どうですか。ふわっとする瞬間ありました。わあ、今ちょっと前橋行ってました今。気持ちいいですよね。スーッと寝ちゃったりとか。今みんなの声が聞こえてしまってるからあれだけど、多分一人で家でやってたらものすごいなんか気持ちいいと思う。へえ。うん、すごくリラックスできる。
だから普段瞑想とかあんまりしてない人でもすぐに、まあ、それこそチベット仏教僧ぐらいの脳波になれるっていう。これどれぐらいやるんですか、時間的には。今のは45分間のバージョンなんですけど、はいはいはい、大抵脳波が変わるの15分ぐらいで普通の人たち変わっていくっていう風に言われていて、で慣れてくるともう5分ぐらいで。カシーナ買おうかな。え、ぜひぜひ。あれですか、カシーナ買おうかな。で、私とか風邪ひいた時とか必ずやってるんですよ。優待になっちゃえば辛くないんで。なるほど、カシューナ買うわ。めっちゃ面白そうっすよね、うん、いや、ほんま一回家でちゃんとしてみたい、一人で、うん、サブちゃんでその様子だけあげましょう。固定カメラで。おー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 、知らんと、お前ほんまにサブちゃんで球場抜けたら。ほんま俺がこうやってる後ろから俺がこうひょっこりはんみたいな知らんって出てきた。ビビるで、ビビるで。めちゃめちゃバズりますから、そんな。誰も世界的にバズるわ、そんな。いや、ちょっとすごい貴重な話ありがとうございました。いや、面白かった。なんか怖くもあり面白くもあり、うん、そうですね、ちょっとスリルもある。はい、これまたちょっと、またなんかいろんな情報ありましたら、はい、またコラボお願いします。ぜひよろしくお願いします。そうそうそう、コロナ落ち着いたら ね、 ね、行きましょう行きましょう、ぜひお願いします、はい、ぜひお願いします。わ、もううちのチャンネル初めて UFO 映像見せるかもしれませんから、はい、ね、その時はもう僕カシーナで幽体離脱できてるかもしれないし、めちゃくちゃしてるやつ。めちゃくちゃしちゃうんで。何が？UFO で。その時からもう絡んだ時に、なんか二人がおお。で、もしなってたとしたら、もう完全に幽体離脱で、もうやっとります。はい、雰囲気変わったらもうやったな幽体でって思っといてください。はい、ということで本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。オバレスラキュイジーヌ。超大型 YouTube 番組有頂天レストラン第2回目はミシュラン3年連続星獲得の中華のモンスターシェフに新進気鋭の和食シェフが挑む。配信は6月26日。極限バトルを見逃すな。美味しいです。あ、美味しいですか。皆さん